違う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 。あの名前まだ名前まだないよ。10万人突破いたしました。ちょっとクリームがあってるところとかね、甘やかすぎじゃないですか。甘やかすぎではないですか。超低身長、超中すいた、超ハイスペック僕たちが超10代チャンネルでございます。はい、今日髪すごいセット、頭クルクルな感じですけど、やめてよそういうの。身長何センチ？やめてって、167だからやめてよ。本当にね、そういういじり良くないかって気にしてるんだから。あ、ごめんごめん。コニシエイトね、ちょっと今日ね、なんかいないんだよね。今まだ広島にいるらしくて。なんか俺聞いたのは、なんか海行ってるって言ってた。なんて言った？何も聞いてないっす。はい、ということは全て嘘なんですけども、はい、昨日の夜なんか電話ブルルルルってかかってきて、うん、ごめん明日行ってくんないって言われて、エイトはエイトはって言ったら、体調不良で動けないらしいの。明日行けないんだって。おかしい。というわけでね、この機会に僕はぜひね、この椅子を確立して、うん、エイト君はもうさよならーっていうことで、この3人でやっていこうね。楽しんで、ね、仲良くやっていきましょう。それからでもあれだよ、代表は超低身長のままだから。あ、全然そのプライドが全然許すのであれば。あ、全然僕たちも低身長なんで、もうこれからこの3人で超重大チャンネルをやっていきたいと思うので、はい、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですよ、はい、超重大チャンネル始まって3週間で、なんと登録者10万人突破いたしました。素晴らしい。なんというスピードですか。あの、もう知ってる限りだけで喋っていただけても大丈夫だね。やばい。超重大チャンネルっていうのは超重大のチャンネルなんですよ。名前の通りや、うん、超重大チャンネルとは超重大のチャンネルなんですよ。10代に向けて発信していて、やっぱりその若者のトレンドっていうものはね、すぐね流行というか変わりやすいものなので、うん、もうそれをね、いかに先取りして発信していくかっていうのがこのチャンネルの見どころでして、うん、いやー、僕19歳なんですけどね、超10代、もうあと1年、うん、ちょっとね崖っぷちなんで、うん、爆発して、うん、ちょっとこのチャンネルいずれ一人頑張ってください。はい、一人でやっていただいて、俺らは普通にエイトとスーちゃんと3人で普通にまた別のチャンネルでやるんで。あ、じゃあちょっと一つ提案なんですけど、僕率いる軍団を持ってきてもいいですか？無理です。確かに、でもいいかもしんないけどね、うん、ライバル関係的なものなんですからね。もう10万も差ついてるんですいません。痛い目見るよ。いや、見ません。分かった、じゃあもう一つグループ作って、グループ作るの？ぶちのめすから、ぶちのめすから、ぶちのめすから。チャンネルじゃなくて、チャンネルじゃないよ。グループ超重大チャンネルでもう2個あって、あー2個ある。そうそうそう、超重大チャンネルの今日はこっちみたいなね。そうそうそう、あ、なるほど。再生数で勝った方がとかっていうことだよね。いいの？いいよ。ちなみになんかスタッフさんからプレゼントがあるらしいんですけど、えっ、いいんですか？僕ももらっちゃって。いや、無理だよ。ダメだよ。ダメだよ。すごいしかもちゃんと聞いたなってんのけね。やっぱりね、僕もね、初代からこの、ね、チャンネルをね、背負わせてもらってね。あ、聞いた、はい。やっぱ10万人にとても、はい、あ、違う、チョコレートかと思ったわ。チョコレートかと思ったわ。嬉しい、ごめんな、エイト。ケーキだけいただきます。最初は難しい。女の子なんだから。違う、そういうの、そういうのいらない。いや、食べな。それは違う。俺、じゃあいただくよ。いただきます。いいよね、そうやってなんか、果物だけ取りに行くやつ。全然いいよ、食べて。あれ、いいの？すごい、10万人、ほんとすごいですよね。ね、ほんまに嬉しい。どんな気持ちですか、今、10万人いったっていう。ね、よくわかんないよね。もうわかんないっす。初めて何週間？3週間。3週間で10万人。21日です。最高です。21日で10万人ってことは、1日大体5000人のペースで増えてきている。さっきまでプリッツずっと食いたいやつが何言ってんの。ずっとじゃないよ、1個だけ。いただきまーす。ずっとじゃないよ。うわ、見てください、この美味しそうなイチゴ。このね、ちょっとクリームがあってるところとかね、すごい、僕イチゴがね、果物の中で一番好きなんですよ。いただきます。
あこのね、いちごの甘酸っぱい感じ、そしてクリームの甘さ、いい感じにマッチして最高です。これって皮のまま食べれるやつ？これも食べていい。やった、ありがとう。皮のまま食べれる、食べられる。おいしい、うん、うまい。あ、メロンだ。え、これ食べよう。メロン食べる？おいしい、うん。あの、すいません。ありがとう。すいません、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 あ、すいません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 。ちょっと、早く。あの、すずちゃん、俺メロン大好き。というわけでね、10万人の本当に素敵なね、あの方にたくさん見ていただいてね、たくさん感謝してるので、僕からね、ちょっと感謝の気持ちを込めて、ちょっと皆さんにメッセージを送りたいと思います。まずはね、あの僕、エイト君にね、メッセージをいただいてるんですよ。10万人感謝の気持ちを込めた。登録者10万人ありがとうございます。中学の頃から大好きだった YouTube、 このような形で始めることができて本当に嬉しいです。そしてこんなに早く10万人いったのは、いつも見てくださっている視聴者の方のおかげです。10万人を超え、今ものすごくワクワクしています。もっともっと面白い動画をお届けできるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。 PS、 体調不良でしばらく動画出られなくてすいません、ということです。今、エイトからは文面でいただきましたけども、まあ、はい、僕たちですよ、まず。はい、本当にね、なんだろう、その、あ、いいよ、食べてて、僕これ全部動画作ってから。あの、本当に、あの、あれだよね、僕たちがさ、初めてさ、このスタジオに来て、1本目の動画をね、あの、挨拶を決めるところを撮った時から、あの時から21日なのよ。そうだね、めっちゃ上手くね。それで、まあ、その中で10万人やばくないこれ、 YouTuber っていう中で、ね、これさ、いちご入ってるの、10万人っていうでかいさ、ね、俺さ、チョコレートケーキとかよりもさ、クリームのさ、なんかシンプルなイチゴのケーキ、結構もう見てくれる人も増えたけどさ、これからしていきたいこととかってある？動画でか、もちろん動画で。マラソン大会やよ。これカットで、カットで使われたら困る。次、踊ってみた、踊ってみた、やだ、花火がしたい、花火したいよね、いいよね、花火したいし、線香花火がしたい、なんかさ、浴衣とか着てさ、この3人で、3人で浴衣着てさ、あ、大丈夫。え、本当にないの？10万人でやりたいこととか。10万人でやりたいこと？じゃあ僕、はい、ディズニーランド行きたい、行きたい、行ってらっしゃい。じゃあ2人で行こっか。2人はやだ。ユニバは？ユニバ行ってみたい。最高やでよ。ユニバ行ってみたい。富士急、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 絶対無理、絶対無理、怖いの無理、絶対無理。あ、じゃあ遊園地と旅に僕たちは行きたいということで、ぜひ大人の方よろしくお願いします。遊園地、え、行かないのみんな？行くよ、行くでしょ、行くよ、乗れるやん。いや、そ乗れる乗れないとか、行く行かないでしょ、行っても乗らないよ、本当に。俺本当に乗れないから。じゃあ本当に乗れないから。すいません、これ大丈夫ですか？僕初めて来たんですけど、あの YouTube ここに初めて来たんですけど、これ大丈夫ですか？観覧車、あ、大丈夫なんですね。観覧車もすごい甘やかすぎではないですか？甘やかすぎではないですか？あ、大丈夫なんですね。で、これ僕が間違ってるんだね。そう、僕が間違ってるんだ。そう、うるさい、ごめんなさい、そう、うるさい、聞いた聞いた、え、うるさい、気にしすぎだよ。あ、本当に？ごめん、なんかごめん、なんかごめん、なんか勝手にこのチャンネル入り込んで、うん、こんななんかチャンネル壊しちゃって、うん、ごめん、別にいいけど、で、仲直りしよう、うん、仲直りしよう。喧嘩してたわけではないね、別に。あ、あ、出た、あ、すいません、超重大チャンネルのキータです。ふみやです。すずです。あ、お元気ですか？体調の方はいかがでしょうか？あ、はい、しんどいです。10万人記念したっていうことで、あの、動画を撮ってたんですけど、どうですか、10万人いたっていう気持ちは？こんな早く行くと、こんな早く、嬉しいです。それだけ？僕 YouTube もともとすごい大好きだったんですけど、こんな形で YouTube が始められて、うん、そして10万人って本当に嬉しいです。はい、じゃあこれから何かやっていきたい企画とかありますか？これからやっていきたい企画、はい、なんだろうなぁ。
何したいかな、俺。ドライブ行きたいんだ。ドライブいいわ。え、だってさ、エイトで運転できるんだっけ。そうエイト運転できるのか。運転できる。じゃあドライブで江ノ島とか行ったりしたい。行きたいなー、行きたいなー。10時間運転させて。最後にこれからの意気込みとかを視聴者の方に言っていただければ。この辺にエイトの顔はめとくから。一応あるから。うん、はいはい。ちょっと今回少しの間、うん、ちょっと僕病気で動画出られなくてすいません。病気、体調不良ね。はい、僕の代わりにキータが出てくれてるんですけど、うん、これからキータに負けないように、頑張りたいと思ってます。あ、ごめん、もう居場所取っちゃったからさ、次から多分呼ばれないと思うから。お願いいたします。呼ばれないと思うよ。僕、超重大チャンネルに命かけてるんで、今日、撮影行ってしまおうかと思った。10万人ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。せーの、よろしく。バイバーイ。次回の超重大はズームです。最近上京してきてから自炊を頑張ってます。なんかいい感じの料理、これ作ってみたいなあったら、もうなんかベンって言ってきてください。次回は着ぐるみドッキリです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。なねー。